はい、皆さんこんにちは。ターバルチャンネルのナベです。ターです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、品種紹介の方を行っていきたいと思います。今ね、こちらに見えております黄色のね、コロンとカップ咲きのイングリッシュローズになりますけどね、バネッサベル、こちらの品種ね、紹介と、もう一つはですね、そちらもイングリッシュローズですね、ジ・アレンウィックローズ、そちらの方もね、品種紹介の方を行っていきたいと思います。はい、まずこちらですね、バネッサベルになりますね。イングリッシュローズになります。地植えでオベリスク仕立てにねしている感じなんですけどね、ソフトイエローのねカップ咲きで、非常にね可愛らしいお花だなというふうにね思います。咲き始めはねこういった感じで、いやー可愛いですね。優しいイエローでね、つぼみもね可愛らしいですね。で、咲き進んでくるとね、こういった状態ですけどね、こちらがね一番いい状態かな。周りはね薄いイエロー、中にね行くにつれて濃いイエローといった感じですね。イングリッシュローズになりますね。返り咲きですね。樹高はね 1.2 メートルといった感じですね。今ね我が家がそうですね 1.2 メートルぐらいですかね。まあ枝の方をね伸ばして伸ばしてといった感じにしてきたんでね、まあ、春で今 1.2 メートルといった感じになっております。お花はね中輪ですね。ディープカップ咲きですね。ソフトレモンイエローといった感じですね。色ですね。いや本当にね可愛いお花ですね。ソフトレモンイエローと、このね咲き始めもね本当可愛いですね。うん、いいですね。バネッサベル、枝もね非常にしなやかなんでね、まあ、こういったねオベリスク仕立てもね非常に仕立てやすいなという印象がねあります。まあ、オベリスクだけではなくてね、まあ、フェンスだったり、まあ、壁面だったりね、まあ、多種多様でねいろんなところにね誘引できるんじゃないかなと、使い勝手のねいい品種じゃないかなというふうにね思います。バネッサベルのね名前ですけどね、イギリスの画家さんのね名前らしいですね。イングリッシュローズなんでね、デビッド・オースティンさん作出ですよね。イングリッシュローズね、本当にたくさんのね品種があって、こちらのねバネッサベルも非常にね可愛い人気のある品種ってことでね、素晴らしい優しいね感じですよね。それではね、ナベちゃん香りの方ねお願いします。はい、よろしくお願いします。それではね、ナベちゃんの香りチェックいきたいと思います。失礼します。色にね見合った感じのね香りですね。香りはね中高ですかね。レモンのね香りがしますね。うん、爽やかなね感じだね。うん、あれなんかね蜂蜜みたいなね甘い香りもね若干しますね。熊だけにね蜂蜜の香りはいいな。うん、レモンの香りが非常に強いですけどね、若干蜂蜜の香りがしますね。うん、香りはね中高でレモンの香りと若干ね蜂蜜の甘いようなね香りもするといった感じですね。ありがとうございました。はい、ナベちゃんありがとうね。香りの方は、中高といった感じでね、レモンの香りとね爽やかな感じですよね。若干ね蜂蜜の香りがするといった感じでね、まあ、若干甘いといったことですかね。非常に花形もね香りも素晴らしいね、イングリッシュローズの一つといったことですね。非常にね病気にも強いなという印象がありますね。今までね黒点病だったりうどんこ病にねかかった記憶がねあまりないんですけどね、非常にね強犬種じゃないかなというふうにね思いますね。育てやすいですね。枝の方もしなやかですしね。イングリッシュローズはね初心者の方にねおすすめできる一つじゃないかなというふうにね思います。はい、それではね、ジ・アレンウィック・ローズをね、見ていきたいと思います。咲き始めはね、コロンとカップ咲きでね、可愛いですね。さすが、イングリッシュ・ローズと、ソフトピンクのね、コロンとカップ咲きといった感じですね。咲き進んでくるとね、こういった感じになりますけどね、まあ、中のね、しべが少しね、見えるといった感じですね。樹形をね、見てもらうと、枝がね、しなやかなんでね、まあ、我が家、支柱を立てて縛ってですね、まあ、上をね、向かせて咲かせていると。いった感じになりますね。まあ、支柱をしないとね、横にね、ふわーってね、広がる感じのね、樹形になりますね。なんでね、枝の方、伸ばしていけばね、まあ、誘引してね、お花を咲かせるといった感じにもね、仕立てていけるんじゃないかなというふうにね、思います。つぼみもね、ピンクで、可愛いですね。一枝にね、三輪四輪の房咲きといった感じですかね。こういったね、可愛いつぼみがね、開いてくると、素晴らしいね、ソフトピンクのね、カップ咲きのお花が咲くといった感じですね。返り咲きの、シュラブになりますね。
樹高はね 1.2 メートルといった感じでね、お花はね中輪ですね、ディープカップ咲きからシャローカップ咲きに咲き進むといった感じですね。花色はねソフトピンクと、耐病性がね非常に強いかなというふうにね思いますね。今までね病気になったこともないですしね、非常にね育てやすい品種かなと、まあ、トゲもね少ないですしね、まあ、枝もしなやかなんで出したように仕立てれるといった感じですね。それではね、なべちゃんに香りの方ねチェックしてもらいたいと思います。はい、それではね、なべちゃんの香りチェック始めたいと思います。どのお花にしようかな、こちらにしましょうかね。のびちゃんの香りチェック、失礼します。香りはね中高になりますね。ほのかにねラズベリーのね香りが混ざったオールドローズのねような香りがしますね。いい香りですね。素晴らしい中高ですね。お花も香りも素晴らしいといったところですね。はい、なべちゃんありがとう。なべちゃんもね香りチェック、細かいところまで分かるんだね。ラズベリーの香りといった感じでね、なべちゃんもね香りチェック上達したなというふうにね思いますね。ソフトピンクのイングリッシュローズお探しの方はね、こちらのジ・アレンビックローズいいんじゃないかなというふうにね思います。非常にね育てやすいんで、初心者様にもねおすすめできる品種のね一つじゃないかなというふうに思います。はい、それではね品種紹介のね、今日はジ・アレンビックローズバネッサ・ベルといった感じでね、イングリッシュローズをね2種類紹介させていただきました。どちらもね素晴らしいイングリッシュローズだなというふうに、ね、思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら、さよなら。